ではいきます、えー、小室さんネタ、まあ、私、ツイッターでね、えー、つぶやいたやつなんですけども、どうもね、小室さんがね、変な動きをしてるんですよ。私れ、私、ゴグスマ出てるじゃないですか、私、月曜日レギュラーなんですけども、なんか火曜日に、小室圭さんのネタをやるってことになって、私がコメントも出したんですよ。要するに、早く手引けっていう内容のコメントを出したんですね。 えそしたら当日ネタ没になりましたという連絡があって、うん、なぜかといったら、ね、CBC でやるつもりだったんだけど TBS がね、えー、ちょっと今回、これなしと、まあ、だから結局小室さんが変な動きをしていて小室さんのことを扱うともうどんどん抗議して回ってるらしいんですねテレビ局に、えー、それで、えー、ちょっとまあもう触れない方がいいんじゃないかということで。 で、ネタ没ということですよね。はい。えー、で、まあどんなことがあったかということなんですけれども、えー、っと、これですね。ちょっと読んで、文春オンラインですね。はい。<coughs> 秋篠宮家の長女真子様との結婚問題について膠着状態が続いている小室圭さんが複数のテレビ番組の自身に関する放送内容に抗議し謝罪や訂正をさせていたことが週刊文春の取材で分かったということですはい、あ、複数の複数のはいありがとうございます例えばミスターサンデーフジテレビでは三田由里香アナウンサーが小室さんサイ度が 借金問題については解決済みであることを文書で発表したとの発言が出演者からありました。しかし、これは誤りで、そうした主張はありません。と頭を下げた。は <laughs> いや、書いてあったじゃん。借金問題は解決済みだという認識だというのは、小室さんが出した声明文に書いてありましたよね。それを指摘した出演者の言葉、 があったわけけなんですけれども、えー、それは誤りですとその発言は誤りですとそういった主張はありませんって言ったんですけどおかしいでしょうそうそうそう、ね、でさらに「朝ちゃん TBS」T や「バイキングフジテレビ」でもほぼ同様の訂正がなされた各社がこうしたお詫びと訂正を行ったのは小室さんの代理人である上柴弁護士から強い要請があったからだという。 関係者の話を総合すると小室さん側が問題視しているのは各番組が昨年1月に小室さんが出した母親の金銭問題に関する説明文書の中の母佳代さんと元婚約者の金銭問題は解決済みの事柄であると理解という部分ばかりを強調したことだという <laughs> 書いてないこと言ったんだったら誤りでしたら、ね、いいけども書いてあることをピックアップしてね えー、いう分には別に誤報じゃないでしょうよはい上柴弁護士はそれはあくまでも当時の認識を示しただけと言いむしろ、えー、説明文書の確信はその後の今も感謝しており今後は元婚約者からご理解を得られるように努めたいにあるのにそこを報じないのは完全な誤報だと,というのです時には明日放送は名誉毀損で不法行為に当たるなど強行にお詫びと訂正を求めたのです 国内庁担当記者とは上島弁護士やばいよねさらに続けますテレ,ビテレビ各局に尋ねると「ミスターサンデーとバイキング」の2番組で訂正したフジテレビは訂正を出したのは事実ですこれ以上お答えすることはございませんと経緯については回答を避けた TBS から、えー、締め切りまでに回答はなかったミヤネ屋を放送する読売テレビは現段階では訂正を行っていないが上島弁護士よりと 社番組に対し訂正と謝罪の申し入れがあったのは事実と認めた上,氏上,氏上柴弁護士も質問状を送付したが回答はなかったですってまあねだから要するにあの回答文回答じゃないあの、えー、昨年の1月に小室圭さんが出した、ね、文書の中には、えー、あれはあの、ね、あの借りたものだから。 え、借金という問題はないと認識しているというふうに書いてあるわけですね。でもその後で、まあ、感謝の気持ちがあるとかね、解決努力したいみたいなことも言ってあると。で、上柴弁護士はね、えー、この文書の本詞は感謝の気持ちがあるということなのであって、それを引用せずに、ね、借金問題解決したというところだけ引用するのはおかしいってわけよ。いや別にそんなの、文書の中のどこを引用するかなんか、そんなの放送各社の自由でしょうよ。ねえ。 いやだ引用されてほしくないんだったらそこ言うなっつうんだよ書くなっつうんだよそうだよね大体いいね長い文章を出したらどこ引用されるかってわかるじゃん上,上柴弁護士ってね多分相当できない弁護士なんじゃないかなと思ってるんだよね引用されたくない文章を書く普通、うん、<laughs> そこ引用すんなってだったら書くなっつうんですよ大体いいねあれを出したら放送各局ね えー、どこを引用するかなんか分かるじゃん借金問題はねありませんよっていう理解してますよっていうところを引用するに決まってるじゃない大体いいね一番引用してほしいとこなんか引用しないよええー、そうでしょ <laughs> あのね <laughs> え大、ー、体、うん、あんなもん出したらですねどこを引用されるかええー、もう、えー、分かりきってます 放送各社が、いや、感謝の気持ち持ってるって書いてありますよ、みたいなね、ここ注目しましょう、なんて、そんなとこ引用するわけがないじゃん。え、だったらね、短文でいいから、ひたすら感謝の気持ちを持ってると、理解を得るように努力していく以上だったら、もうそこ引用するしかないじゃないですか。え、ところが、ダラ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 結構長い文章で、一番強烈だったのは、解決済みだと理解してるっていう部分が、あの一文が強烈だったんだか、らそれは引用するでしょうよ。 えー、だからね、今更になって、ここを引用するのはダメとか、ここを引用するなら、こっちと一緒に引用しろとか、何言ってんのって話でしょ。そんなもん通用しないよね。えー、だからもう危機管理能力が全くない。だからね、つまらない弁護士に依頼すると、こういうことになるのよ。大、え、体、ー、ね、あの、弁護士って法律には詳しい。 ですよそれは司法地方試験通ってるわけだからでもねそこでね本当にねいい弁護士っていうのは人間力とか社会常識とかね、えー、そういうのを兼ね備えた人じゃないといくら法律詳し,た詳しくたってだめなのよ大体私ねあのー、ちょうどね大学に、えー、行く途中電車の中でねヤフーニュースかなんかで小室圭さんがなんか、えー、文章を公表するっていうニュース、えー、タイトル見て お小室さんね、ついに男になったかと。400万ぴっちり返したのかと思ったわけですよ。それで、ポチッとなやってみたら、あらびっくり。え <coughs>、ね、お金を返さない法的理由を述べただけだったんですね。え、ね、え。まあ <coughs>、それあんなもの <coughs> 出したら、炎上するに決まってるじゃない。まあ、小室圭さんと、まあ、この上柴弁護士が、まあ、相談した上で、 これにしようって、まあ、お母さんのアドバイスもあったかもしれない。とにかく文明を、文明を作ったわけでしょこれを発表すれば、まあ、いい方向に行くと思ったわけじゃん。と思ったとしたら、ただのバカよ。あんなもん出して、物事がいい方向に行くわけがないよね。ああ、多分あれ聞いた人は100人中何人かな、95人以上は <laughs>、 ほらあかんわと思ったでしょうよ。ま,まだあの頃はねまだ首の皮1枚つながってたわけそのね首の皮1枚がシュパッと切れた <laughs> あの文章の公表でもって全てが吹っ飛んだんですよ <laughs> 出してみてあれ反応が良くないなと思ったとしたらただの馬鹿よ、ね、<laughs> あんなもん出したらねそらえ大炎上して非難合々になるに 決まってますよね。そう。だからこれがね、そのね、お勉強ができる頭でっかちが陥るとこなの。あのね、まあ、小室圭さんを擁護するわけじゃないんですけども、あそこに書かれてることは法的には、ええ、ええ、法的には通る話なんですよ。ただ国民感情には、と、あれは無理だね。だからね、裁判所に出す文書としてはいいの。だからそのね、 えー、元婚約者の武田さん <laughs> 週刊女性が知らない人もいると思うから言いますけども週刊女性がこの記事書くときに元婚約者ね小,小室佳代さんの元婚約者を武田さんかっこ仮名ってやったわけですよ松竹梅の地区で武田さんかっこ仮名って <laughs> えそこ武田ってする意味あるわざわざ そんなの A さん B さんでいいでしょうよ <laughs> なんで武田さんしかも武士の部ならまだ比較的多い方だけど少ない方の少子煙の武田かっこ加盟そこ武田当てるだって小室さん手引けって言ってんのは言論人で私だけなんだからねでその武田わざわざ武田にするいやーまあいいわそのね 元婚約者の武田さんがね <laughs> 武田さんが <laughs> ね、あのもし裁判起こしてきて金返せって言うんだったらね、あの文書は裁判所に出す文書としてはこれは立派なもんでしたよ、ね、いやそりゃそうですよだってねこのね元婚約者の武田さんも女性と付き合ってて付き合ってる時に出した飲食デート代でその 連れ子の、なんかお小遣いアナウンス学校に行くっていうから、そのなんか学費とか払ったと。で、別れた時に返せっていうわけですよ。別れた後、デート代返せはぁ、あ、って感じでしょ。だからね、こんなもん借用書もないのよ。こんなもん法的に請求してね、請求なんか立ちませんよ。だから、その婚約者の武田さんは <laughs>、裁判しないわけでしょ。 裁判所行ったってこんなもん門前払いですわ借用書あんのってありませんとメールって言ったってそれ貸します金利いくらいつまでに返しますとかってなってればともかくえちょっとお金足りないから貸して程度だったらしかも付き合ってる間しかも婚約者ですよ結婚したら家計一緒になるんだよ <laughs> だから、メールありますって言ったら、そんなもん証拠にもなんないよ。やっぱ借用書があってね、借用書っていうのは貸主、借り主が書いてあって、金額と、あと条件ね、金利がつくのかつかないのか、で、返済はいつなのか。まあ、こういうことが書かれてて借用書ですから。で、それで、ね期限切れて、返済がないから、じゃあ、えー、払えっていうことで裁判を起こすわけでしょ。だから、もともとその婚約者の武田さんっていうのは、いくら裁判なんかしたって相手にされませんよ。 それをね、小室さんの文書が直球で言ってるだけだから、それは裁判所に出すね。訴えられた時に、いやいや、これ借金じゃないからと。払う義務ありませんよっていう出すね、えー、文書としては、えー、その通りだと思います。ただ、あれをね、小室さんからの <laughs>、まあ、声明文書としてですね放、放送各社、報道各社に、え、あれを出したら何起きるかって言ったら、それは、え、<laughs> いくらお母さんの借金とはいえ自分も一緒に飲み食いしアナウンサー学校の経費も出してもらってよ。えー、それでね知らぬ存ぜぬって言ったらなんだこの男ってなりますよね。えー、<coughs> えー、だからもしね出すに。 ああいう不正名を出すにしても、まあ、あの、母に聞いたらね、これもらったお金だと認識してたみたいだと。まあ、とはいえ、自分もね、関係してるし、えー、ごちそうになったことも多いし、学校のお金もね、そこから出してもらったっていうこともあるので、まあ、ちょっとね、あの、えー、一部なのか全部なのか、えー、ちょっとちゃんと誠意を見せて、えー、先方と話をしていきたいと思うとか言うんだったらまだわかりますよ。<laughs> これはね、もうあの、ええ、もらった金だから、払うもんじゃないから以上。<laughs> っていう。で、いくらそこで感謝感謝とか言っても、結局払う気ないのかよって内容だから。あれじゃあね、そう袋叩きになりますよ。要するにね、えー、400万円を返したか返さなかっていうのが最初の興味でしたけど、もはやもうどうでもいいのよ。ね、小室さんという男性の、ね、この男としての生き様とか、なんか価値観とか、 この人本当にね眞子内親の殿下を幸せにしてくれるのとかやっぱそういうところに興味がいってるわけですよねまあたかが400万という気はないけれどもまあ安くはないお金だと思いますよでもどうしようもなんない金額じゃないじゃないだって40億とか言うんだったらともかくさ400万でしょねこれ400万って言ったってまあ例えば100万でもしかしたらねえー、ね分かったじゃあこれでいいよってなるかもしれないわけだから <coughs> ゼロっていうから ねその元婚約者の武田さんも <laughs> うーんってなってるわけだからそれは100万でも150万でも包んでねこれでもう終わりにさせてくれませんかとか言ったらもしかしたらね受け取ったかもしれないわけだからさそういう話し合いもうないってわけよ大体小林慶則さんがね400万出すって言ってんだからとっとと受け取って払ってきゃよかったじゃないのよねえだからさもうとにかくもう問題解決能力がねもうないと認定されちゃったわけよ で、えー、メディアから総袋叩き、国民の応援する気持ちも消え失せたと。この人、ダメだこりゃってなっちゃったわけじゃない。<laughs> あれ、むしろね、上手に乗り越えていたら拍、拍手喝采ですよ。なかなかできる男だというね。え、そしたら弁護士になったら、仕事殺到するかもしれなかったんですよ。やっぱこういう問題を上手にね、ネゴシエーションして、解決できたっていうのは、これは大きなね、勲章になったはずなんですよ。<laughs> その、だからピン、ピンチはチャンスなんですよね。そのチャンスを自らえ、従って法的に払う義務はありませんっていう趣旨だから、いくらその後ね、誠意を持ってとか感謝してますって言ったって、そんなもんバジ東風ですわ。そこを拾って欲しかったらそこだけ書けばいいんですよ。短い声明文でね、感謝してますと。これから対話していきます。以上そう言うといいじゃない。そしたらそこばっかり引用されたでしょうよ。考えなさいよ、弁護士。<laughs> 頭悪すぎでしょ。 だからね、学生時代、ね、そういう社会常識なんかね、全然知らないままね、<coughs> 勉強ばっかりしてね、頭でっかちになっちゃったんじゃないかな、なんてね、思っちゃいますよね。まあ、とにかくね、つまんない弁護士に仕事を依頼すると、こういうふうにどつぼにはまるんですよ。ええ。それで <coughs>、なんとかしようと思って、番組にイチャモンつけるわけでしょ。これが正当なイチャモンだったらいいよ。で、名誉毀損だってわけでしょ。 まあ誰も知らないと思うけども私、ちょっと事情があって最近、名誉毀損うるさいんですよ。<laughs> 詳しいんですよ、名誉毀損。<laughs> 名誉毀損のね学術論文片っ端から読んでますからね、えー、私、誰も知らないと思いますけどちょっとね、詳しいんですよ。はい、でね、えー、名誉毀損っていうのは、これ、まあ、しかもね、これ、えー、まずね、小室さんも、えー、影響力の大きい人物ですよ。 皇族と婚約が内定するかどうかという方ですからね <laughs> 婚約の内定か、えー、ですから <laughs> まあ個人的に見られる感じですよね、えー、だから結局もし名誉毀損だっていうのであれば放送局が言ってることが事実でないというのであれば名誉毀損になるんですねで放送局がこれ事実を言っていればこれ名誉毀損にならないんですよね まあ、事実性と事実相当性っていうんですけどもこれが <laughs> あればあの違法性が阻却されちゃうんですよ影響力のある人物に関して、ねえー <laughs> えーまあ、公益目的で事実を伝えたということになればこれ違法性がなくなるんですね <laughs> で名誉毀損成り立たないんですよ。でねその 声明文書に書いてないことを言っちゃったら、これは名誉毀損ってことになるかもしれませんけど、声明文書のどこを引用しようか、そんなの報道の自由ですわ、ええ。一番ショッキングな場所をね、スパッと抜いたわけでしょう。 事実じゃないですか。そのような声明文を出したというのは事実なんだから。いや、その後の感謝してますって一緒に言わなかったら名誉毀損だってなんじゃそれ。そんな法理聞いたことないぞ。大体ね、名誉毀損なんていうのは山ほど訴訟案件があって、もう山ほど判例があるんですよ。えこんなもんね、あの、あのえ、何、感謝してますを一緒に引用しなかったら名誉毀損なんていうことはどう考えたってありえない。ええ 大体いいこんなね、<laughs> はっきり言ってイチャモンですわ。こんなイチャモンに踊らされる放送局もどうかと思うよ。こんなこと言われたら、ちゃんと放送局だってね、ね弁護士いるんだから何言ってんのと、事実を言った,の言っただけじゃないかと、引用されてほしいものね、公表すんなって言ってね、ね、えー、電話切ればいいだけの話でしょうよ。ねほう、まあね、ねえ、揺さぶりをかけてくるね、<laughs> 弁護士も弁護士だし、それでね、萎縮しちゃってね、え、誤報でしたみたいなことを言っちゃう放送局も放送局だよ。なんなのこれねえ。そう。誰か書いてるけど、黙らしちゃいで終わる話なのよ。はい。だからね、えー、どころ、要するに、上柴弁護士が、自分の失策ですよ、あの、文章自体がね。 どう考えたたってあれは大失敗でしたよ物事はあれでいい方向に行かなかったんだから結果論からしても大失敗ですわそれを何とか自分が巻き戻そうとしてるんでしょうか名誉毀損だとか言ってますけどもでしかもねこのほら私は別にほらあのー、民間人ですからいいんですけどまあ小室さんも民間人なんですけどこれからね女性皇族と結婚しようっていう方がねあんまりね あの不当な要求をするってどううかと思うのよ正当な要求ならいいよでもね一緒これ引用するんだったらこっちと一緒に引用しないと名誉毀損だってこんなものはですねもう不当な要求なんですよ、ね、正当な要求ならいいけどこういうね皇族と結婚しましょうという人がこれね不当な要求してるんですよええこれは小室さんにとってさらにマイナスですよ この弁護士が出てくるたびに小室さんの評判がガンガン落ちてんの気づいてないのかな何だっけあの、えー、バイキングかなんかでいらぬこと言いましたよね 自分探しの旅をしてるかま,まだね、えー、法律の勉強してるけども弁護士になるかどうかはまだ決めてないと決めてないって言ってえ自分探しの旅をしてんのかみたいな <laughs> <laughs> あれでまたええーみたいなもうスタジオの中がみんな目が点になってたんですよだか,だからもう上柴弁護士がなんか文章を出したりコメントしたりえ報道局に名誉毀損とか行ったりアクションをするたびに 小室さんの評判がガンガンガンって落ちてんのよ。いや、ほんと、これを、これを無能な弁護士って言うんですよ。やっぱね、優秀な弁護士というのは、やっぱ依頼人の利益を考えて、しっかり依頼人の利益になることをね、仕事をするの。これは有能な弁護士ですよね。え、ね、ところが、え、ね、あの、結局、う アクションするたびに依頼人をね窮地に貶としめていくってこれは無能な弁護士と言わなきゃいけないですよねだから皆さんね弁護士って言ったらみんな頭がよくて必ずね、えー、自分を守ってくれると思ったら大間違いですからね弁護士は本当に選ばないととんでもないことになりますからね大体いいそもそもねこのねあの PR まあ広報ですわね 広報活動っていうのは、この弁護士の、弁護士がよく広報をやるんですけども、大体よく陥るパターンですわ。ほら、うちの親父もあれで JOC 辞めたんだ,だからね。あれも弁護士がああだこうだ言って、 で、その通りにやったらあのざまですわ。ほら、質問を受けなかった。ほら、ね、うちの父が JOC のね、会長を辞めさせられると、今辞めるときにですよ、まあ、記者会見開いたじゃないですか。それで一方的に話して、質問を受けずに帰ってっちゃいましたよね。あれ、弁護士の指示だったんですよ。うちの父はね、あれ、質問を受けると言ってたんだけど、弁護士がまずいと。 ね。え、いろんな、とんでもないこと聞いていのぐ、ぐちゃぐちゃに揺さぶられるかもしれないから、とにかく喋らない方が無難だと。言いたいことだけ言って、ね。えー、質問を受けずに帰った方が安全だっていうわけですよ。それをやったら、ああなっちゃったわけで、もう大ブーイングですよね。だから、弁護士はそれはそうで、法的にはそれは喋らない方がいいで、だったら会見するなよって話ですよ。ほら、山尾し寄りが、 不倫関係で、ね、あの質問を受けずにパッと帰ってあれ大炎上したじゃないですかああいう,、ね、ど,うどういう時にどう対処したら、ね、炎上するのかとかもしくは乗り越えられるかとか好印象を与えられるかってのはもはやこれね。 弁護士の法律を知ってますっていう知識で導き出せないこところなんですよ、これはですねあの PR え広報の,あの嗅覚が必要なんですね、これまでのどういうものに対してどう報道がされた週刊誌はどう報じた、テレビはどう報じたっていうのをこれも情報の蓄積があって感覚だ、今回もしこういう発表したらこういう反響があるな、これ言ったらこう叩かれるなえっていうふうになるわけです、もはやこれはねあのだ、これを弁護士にやらせちゃだめなんですよ。はい あもちろん、ね、こういう、ね、あの広報が上手な弁護士もいるんですよでも、大抵はですねこの広報に長けた人っていうのは弁護士ではないので、えー、弁護士は弁護士広報は広報、ねえー、どう見せるかっていうねやっぱこれをペアで使わないともしくは本当に広報が分かる弁護士を選ばないとただ法律の知識だけ行くとああなるんですよ小室さんみたいになるんですようちの父みたいになるんですよ あそこでね,ねえ、質問を受ければよかったんですよ。答えにくいことはね、今それは分かんないから確認してね、改めて言います。でもいいんですよ。ね。<laughs> でもし一人で答えられないんだったら、ちょっとねあの、弁護士に相談しながら答えたっていいわけですよ。ね。そうすると、包み隠さずね、話そうとしてるって分かるじゃないですか。ところが、話しただけで帰っていっちゃったら、なんかやばいことでもあるのかと思われるじゃないですか、なくてもね。ここなんですよ。 はい、だからね、えー、なんかトラブルになると弁護士を使えばねなんかいいことになるかなと思ったら大間違いですからねはい、場合によっては広報のプロ見せ方のプロを置かないとああいう時はダメですはい。